あ、もう3月でした。じゃあ2月分は、ここまで、いや、それはちょっとね、あまりに、暴虐が過ぎるので、1試合ぐらい見ましょうか。全然試合見ないんで、ちょっとね、2月に入っても試合の一つは見たい。いいよ。何ができたかな？何これ？これ銀の天秤いいアイテムなんですよ。トレードの、トレードのあれが変わる。トレードの、こう、こっちの評価が良くなって、向こうの評価が下がるみたいなね。なんで、めっちゃいいアイテムです。銀の天秤。まずは、どこに出す？まあ、投手かな。うちは投手が弱いので。全国してなし。体力。9位。ああ、いっぱいある。体力9位、スピードボール。こういう選手をまずは。でも、焼き付きにおいてはね、どちらかというとコントロールのあるピッチャーの方がいい感じですけどね。探索地域はとりあえず、アジア、オーストラリアあたりを狙ってもらって。あ、いいです。いいです。これで OK です。基本この焼き付くは、オーストラリアにすごい怪物が眠ってるっていう感じなんでね。スタッフ交代なし。経営で開発。グッド。お金ないな。お金ないな。開発するだけの金がない。オッケー。開発するだけの金がない。この1億円しかない状況。結構がっつりお金持っていかれるぞ。ちょっとトレード考えましょう。高級鳥をトレードに出して、そこそこの選手を取っていきたい。うちのチームは、まあ、投手、野手のバランスはまあまあ悪くないけど、やっぱ先発ピッチャーが足りない気がするので、まあ誰でもいいけどな。はい。大体これがぴったり釣り合うかなっていう。藤井秀吾。日ハムにもいましたね。藤井と AFO、アホの藤井って言われてましたが。藤井、まあ26歳、若いというのと、まあ、落ち着いた成績を成績というか、落ち着いたパラメータをしている。年俸は6000万、稲葉は5000万なんでね、ちょっと年俸上がっちゃうのは気になるところですけど、まあね、ヤクルトに稲葉を返すという形にします。代わりに、日ハムにゆかりなる。一人出した方がいいかなと思うんで、まあ、王牽制、これを出して、コストカットと、ちょっとスリム化を図ろうと思います。球団のね。王ゾンと言われてるけど、これで出す。まあ、王牽制はね、まあ、まだ、1年しかいなかったんでね。まあ、そんなに不満持てることはないでしょう。芝の調子、芝の状態良くないな。経営から施設で練習設備、芝だけ新しくしとこう。練習、気がしないようにね。増やせる？増やせない。あ、一軒増やせる。増やせるけどな。修理。しますよ。これ、増やしたいけど、どうだろうか。どうだろうな。まあ、維持費70万だし増やしておくか。まあ、多分なんとかなるっしょ。決算厳しくても。多分なんとかなる。多分まあ、オープン戦勝てばいいんだよね、要はね。チケット3000でいいかな。まあ、作戦室の調子はあまり見ずに、作戦室でまあ、あんまり見ずに行きましょう。あ、ここもカットかな。ここもカットだな。あの、練習の、どのように設定するかは、まあ、カットしていきましょうか。はい。一応全選手の設定をしてきました。まあ、トレードに出す選手は、トレードに出す稲葉と、王は、緩めのトレーニングで、あとはもうバチバチで、バチクソやる感じで、設定しました。まあ、怪我したら怪我しただな。
怪我したら、まあ怪我した。このカープの、80年代とか90年代のカープのような、厳しいトレーニング環境を生き残った者だけが、一軍の試合に出ることができるんですね。フロストがね、よく見てみるとフロストがね、まあ清宮はこんな感じ。フロストがね、28ぐらいかな。多分早熟急降下タイプなんで、もうそろそろ限界が見え始めるんで、フロストがね、まあいいんですけどね、トレードの駒にするのも悪くないかなと今考えてるところです。まあ、成長具合はこんな感じですね。塩野口の32ですけど、成長はしてる。相川あたりを次の次世代保守として育っていきたいところですけども。基本はこんな感じです。コーチのアイアン投球のおかげで、まあ、体力と球威が伸びるっていう、そういう感じですね。うん。まあ、やっぱ球威が抜群伸びてる。イナバルに関しては、まあ、球威トレーニング。球威と速球ね。155キロぐらいの球投げれば、まあ、打たれんでしょうという、甘い考え。甘い考えしてます。ただね、ミラバルを抑えの守護神にするのはどうかなと思うところもありますね、これはね。防御率5点台の守護神ははっきり言って今年の優勝争いすることになった、去年優勝争い終盤までもつれる優勝争いをしてたのはミラバルのせいな気がしますからね。この辺の選手は体力が伸びてるのはやっぱりこの辺のアイアン投球のおかげでしょう。藤本にね、ちょっと去年海外留学行かしてたんで、今年あたり出てきてほしいですけど、ちょっとやっぱり性能的にどうなんだろうなって、ステータス的に低い感じはするよね。じゃあまあこの1周目、この試合を見て終わりにしましょうか。ちょっと長めになるかな、動画としてね。関根を全部内差します。はい、観客はもうちょっと入るんかな。飛ばしさらっと見ましょう。さらっとね、2月、まあ3試合やったら2月の、まあキャンプとかの話もしながらね、次の回、2月もう1回やるやつではもうちょっとだらっと。2月かな、これが2月の分としてあげて、3月分になるのか。2月分あともう1本、3月分あともう1本って感じで、たらたらと試合見ながらやっていくって感じかな。今シーズンの順位予想とかはまだできないぐらい、そんな状況なんでね。まず、松本聖剛が4番打っていうのはすごい、すごい。確かほぼ入ったばっかしじゃないかな、入って何年目からじゃないかな、もう4番打てるなんて。石井隆が先発か。西武の石井隆がね、うん、バンドが3番を打ってる、小笠原は4番を打ってる、小笠原は3塁で4番を打ってる。あー、ダメだね、今シーズンちょっと苦戦するかもしれない。選手は円熟期を迎えているけれど、まあ清宮したいかな。清宮4番打ってない。もう稲葉より普通に平下の方が、まあ監督の、まあ、普通にパラメーターだけ見て選んだラインナップでは稲葉よりももう平下使ってるんで、まあ稲葉を出すってのは別に戦力ダウンにはならないかなとは思いますが。ああ、併殺か。松本聖吾4番。阪神なんか、もう阪神色があんまないね。
当然か、坪井と新庄を抜いてんだから、その阪神カラーがちょっとなくなるわな。いやちょっと苦戦してる、石井隆ごときに苦戦してる。よろしくないっすね。新庄、清宮、日出した、いやー、三者凡退。石井隆って、まあ、まだやれるんかな。結構この時点で結構年だったような気がするから。まあ、石井隆が打てないのは良くないなっていう、今、大騒ぎ出したな。うちのチームな、小笠原を DH で使えるぐらいだといいんだろうけどな。どうしても清宮をファーストで出すために、小笠原を、サード小笠原という無理を強いてる節はあるから、本来本職でもない小笠原をサードで使う、本職なんだけど、このゲームでは無理やりコンバートさせたんで、ちょっと小笠原の使い方としていいかどうかは微妙なところです。DH で使っていった方がいい気がする。小笠原はもう。たぶん、DH にはオバンドがいるんで、このオバンドも使うってなるとね。まあ、今シーズンオバンドの成績が落ちてきたら、容赦なく、小笠原を DH で出して、サードに森本一人あたりを出していくのがいいんじゃないかなと思ったり、思わなかったり。いや、厳しいね。新庄、なんとか出塁。なんとか出塁。してくれなーい。苦戦してるなー、うちのチームが。まあ、責任は頑張ってくれてるね。清宮いいじゃない、いいじゃない、ダイソー石本。ここでダイソー、走った、キャッチャー誰だっけ、阪神。あ、矢野か。まだ肩いいね。よし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 。で、ここで代打。フロスト。あ、フロスト右だわ。フロスト左だと思ってた。ダメかも。フロスト確か対左コーダが良かったような気がするから。よくこらえました。ボール。ストライク見送った。ランナー走った。それは分からん。それは分からんな。その作戦は分からんな。今のダブルスチールはちょっと無謀じゃないか。セカンド今岡、うん、いやー、変わってないよ、流れは変わってないよ。あー、ピッチャー交代かな。ミラバルか、結城が後ろにいるな。ちょっと藤本使ってみましょう。ここでピッチャー交代です。海外帰りの男。あ、松本去年からも出てるね。3割打ってるじゃん、すごいすごい。ちょっとダメかな藤本。いや、海外帰りの男ダメだわ。海外帰りの男だより、海外帰りの男は大して活躍しない。ワンアウトも取れずに降板だからね。あ、そっか、キャッチャーがフロストだった。それは申し訳ない、それは申し訳ないことをした。いやー、2021年シーズン4年目にして、この低たらくっぷり。
5番どう、ダイソーかな、ダイソー森本かな。ここでダイソーが出ます。最後見るか。いや、素晴らしいホームランだったけども、前の回の2点が無駄だったな。ここでピッチャー交代です。あ、藤川球児だ、後ろで投げてる。さあどうだ、よし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 、ヒットが出ました。黒木純次だ。あれ、黒木は内から出した黒木だよね。防御率がすごい。ランナースタート。この黒木なら、内なら長継ぎエースだな。また牽制。石本か、石本どうだろうな、代打。石本に代打、うちの残りの選手考えたら代打出せないな。稲葉出せるか、稲葉代打。バント、あっとフライになってしまった。一塁、それでも石本の足だなと思ったんだけど。同点のチャンスです。平下か、平下か、平下ならバッティング面で稲葉に部があるかな。右コーナー高いし。ライダーを起用します。最後の、最後の稲葉、最後のヒノキ舞台。ヤクルトに行ったらもう見れなくなっちゃうから稲葉。最後かっこいいところを見せてくれ。固唾を飲んで見守ってる。また牽制。投げました。見送ってボール。打った。ファール。さあ次の投球。なんだこれはどうだ？いやーどうだ？ああ。しゃあないな。まああんまり稲葉かっこいいところうちにいる在籍期間で見せてくれなかったけど、まあしゃあないな。うわ2600か、そんなしか得られんか。いやーちょっと厳しいな、厳しいな。どうしようどうしようどうしよう、このまま行くとお金全然足りない、多分全然足りない。チケット代を2000円に下げる、 2000×2 万人として4000万円ぐらいかな、千万、いろいろ雑費引かれて、まあ、広告収入でちょっと厳しいかな。とりあえずここまでにしましょうか。うん、ちょっと長くなりましたがここまでにします。あ、なんかこう勝って終わりたかったけどな、勝てないな。うん、阪神多分強くないんだよね。その石井隆を打ち崩せなかったっていうのが非常に、非常にちょっと気がかりなところがありますが。まあ、こんなもんでしょう。ということで、ほんなまた。